マクドナルドと先生寮って実は共通ポイントある。それ何かというと、先生寮が単価を上げる。そのために参考にするのがマクドナルド戦略です。先生寮が単価を上げるためにマクドナルドを参考にしよう。これどういうことかっていうと、ハンバーガー買いに行ったことありますかね。それ僕もね、マクドナルドに行ったりしたら、なんか安いなと思ってハンバーガー買いに行ったら、店員さんからいろいろなセット商品勧められません？勧められますよね。ポテトつけて、ドリンクつけて、いろんなものをつけたら、あれあれ安いと思ったら、結果として結構高単価のお金払ってるっていうケース結構ありますよね。はい、こういったセット商品、パッケージにするという、こういうことが実は先生業としては単価を上げる大事なポイントなんです。例えば50万円のコーチングを1回作ってくださいって言った時に、1回コーチングサービス、私1回のセッションで50万円なんてそんな無理無理っていう方いらっしゃったんですが、これ例えばいろんなものをセット、例えばコーチングセッション全8回、こういったもので50万円の例えばダイエットコーチングとか、こういうようなセットにしてまとめて販売する、これをパッケージ化と言いますが、このパッケージ化をするとですね、実はあなたの商品サービス単価上げやすかったりするんです。で、他にも例えば一つ一つのセミナーをバラ売りするんではなくて、このセミナーをまとめて丸々プログラムという形で全のプログラムを、ね、まとめて売ってあげたりとか、こういう発想をすることってできませんかね。実際に先日もあるセミナー講師が単発で1回3万円の、例えばロジカルプレゼンテーションとか論理的考え方とかね、そういう細かいバラバラで研修を受けた方が、一つまとめた次世代リーダー育成プログラムってやったら、なんとやってたことが同じなんだけれども全部で100万円を超える、そういう商品サービスになったんです。でこのようなセット、これをしっかりとまとめてあげて、意味のある形でパッケージを作ってあげる、こういうことができたら単価が上がるんじゃないでしょうか。もしもあなたの商品サービスがセットパッケージになることによって、一つ一つ営業する手間がなくなりますし、結果としてお客様も喜び、そして先生側も喜ぶ、そういったことができたら、結果としては先生サービス単価が上がっていくんじゃないかなと思います。この動画のまとめです。単価を上げるためにはマクドナルドのセット販売、これを一つ参考にしましょう。でそのために先生ビジネスの場合はパッケージ化という発想が必要でした。あなたの商品サービス、これをバラ売りするんではなくて、まとめて一つのパッケージにする、それがお客様にとって意味のあるパッケージになれば、結果としては単価が上がっていく、その結果先生ビジネスが発展していく、こういう発想になっているわけです。いかがでしたか？先生ビジネスをもっとうまくやりたいという方のために、動画講座無料でご招待しますので、下のリンクからご確認ください。それではまた会いましょう。